はい、えー、それでは一般常識徹底解説講座築城解説編労働契約法第1回目の講義を始めます。えー、皆さんこんにちは、レック専任講師の滝と申します。えー、労働契約法はですね、えー、まあ2時間半の講義をね、2回で、えー、講義いたします、えー。それではですね、えー、まず最初に、えー、テキストですね、1ページ目を開けていただきたいと思います。 まあ具体的なね条文の解説に入る前にまず最初がですね労働契約法のね傾向とと対策いいうお話をさせていただきますまず過去のねこの法律の出題傾向ということでですね実はこれねほぼ毎年ね確実に出ると思われてたんですけどねえまあ直近のね試験ではどういうわけか出なかったということなんですね。 でまあ、ちょっと具体的に、ねえー、見てまいりますと、えー、まあこの法律はです、ねえー、平成20年に、ねえー、施行されておるんですけどさすがにちょっとその年はです、ね、出題されませんで、ね、よく平成21年からはです、ねえー、実はまあ、ね、平成31年の第51回、ね、試験までは毎年です、ねえー、まあ卓一式なんですけど、ねえー、関連の問題が出題されてきましたと。 ところがですね皆さんもまあご存じだと思いますけれども直近のですね、えー、まあ令和2年、ね、第52回試験においてはですねどういうわけかね、えー、この法律から出なかったとまあその代わりと言っちゃなんですけどね <laughs> 労働組合法でね、えー、丸々一問出てしまったというわけなんですよね。えー、まあしかしながらねこの法律はですねあの本当にあのまあね 試験対策だけじゃなくて実務においてもね、えー、非常にまあ重要な法律なんですよ。したがってですね、まあたまたまね、えー、労働組合法をね出したいがゆえに今年はね、労働契約法がまあ涙を飲んだということでありましてですね、期、え、待、ー、るべきですね。えー、第53回試験においては、えー、労働契約法はね、えー、まあほぼ確実に出題される。まあもちろんわかりませんよ。まるまる一問のような形で出るのかね、あるいはまあ選択肢の一つか二つでね。 いう形になるのか、そこは読み切れませんけれども、えー、まあ労働契約は2年続けてね、全く出ないということはまずないとね、えー、考えられます。えー、次にね、えー、まあこの出題のね、えー、中身をね、えー、ちょっと見てまいりますと、あのー、当初はですね、条文ね、条文ほぼそのものの知識を問うという、まあ受験対策では非常にまあやりやすいね、えー、時代が少しはあったんですよね。 ところがですね大体ね平成25年この辺りでですねちょっと天気が訪れましてね、えー、それから以降はですね通達だとか判例、まあ、特に通達が多いんですけどね、えー、を素材とする出題が、ねえー、増加したということでですねもう表面的なね条文の上っ面のね知識だけじゃなくてその解釈ですからね、えー、まあきちんとした理解がね飛ば、えー、れるようにね。 えー、流れとしてはね、えー、なってきているということになります。えー、次にですね丸三、えーまあ、番ということでですね「出題素材の多様性」ということなんですけどねまずですねあの判例を素材とするね出題、えー、というのが、ね、一定の頻度であるわけですけれども例えばですね、えーまあ、採用内定に関するね「えー、大日本印刷事件」ですね、えー、のように 条文化されてないな労働契約法の条文を解釈するような趣旨の判例じゃないんですよ。労働契法にはまだ条文がない分野ね事項にかかる判例がね出題されたということもありますしまだですね有識者懇談会の報告書なるものをね素材とす出題も過去一度ですけどねなされているということもありましてね要はもう一般常識ですからある意味ではまあ何でもありと。 ようなな科目なんですよねですから今後もねどういう形の問題が出るかっていうのはね周りには油断を許さないと言いますかね、えー、そういう状況にあるということなんですね。はいじゃあ次行きましょう来たるべきね、えー、皆さんがまあ受験されるであろう第53回試験に向けてのですね、えー、対策ということで、えー、2点ですね、えー、ここではお話したいと思います。 まずですね労働契約法はですね条文の数が本当に他のね労働基準法等々と比べますとですね非常にまあ条文の数が少ない全部で21条までしかねそもそもないということなんでまあこれぐらいであればねやはり全ての条文に一度は目を通してですねそのポイントを押さえるということなんですね。またね、えー、まああの第53回試験にはね直接これは当てはまらないんですけれども過去見てみますとね 2年続けてて同じですね条文がされていることも実績としてはあるんんですよなんでねこれはまあ今回のね53回試験に関してはちょっとね読み替えてね一昨年というふうにね読み替えていただきたいんですけどね直近の試験で出たからといってですね次の年あるいは翌々年ねそれが出ないということはねないので変なね先入観を持ってもここはね、えー、まあ 今年だと今回の試験だと2年前に出てるからね出ませんよなんて形でねストバカストこれは禁物だということであります。次にですね思考通達とと関連判例を抑えるとありま,すでまあ流れから言ってですねやはり通達だとか判例重視という傾向はですねこれ今後もねあの変わらないというふうにね考えられております。 そしてあの通達に関してはです、ね、いわゆるまあ思考通達と呼ばれているものですねでこれをです、ね、今まで出なかったような、ね、通達も含めて、ね、少しずつね、まあ、ウィングを広げるといいますかで,す、ね、できる限りね別にこの教科書にねテキスト載ってるのはその中で、ね、需要高いものにもちろん絞り込んでありますんでねそれ以外も含めて、まあ、時間の余裕があればねやっていくに越したことはないということなんですよね。 じゃあの判例はどうかと言いますとですねこれもですね労働契約法にねやはりあの条文化されてないね事項にかかるものこれね端末の方にねある程度まとめて入れてありまして2回目の講義のね最後のところでもちろん解説はいたしますけれどもそういったようなものも含めてですねやはりまあのねーキーワードポイントですねこれを抑えるということはですね今後の学習においてはですね非常に重要ではないかと思われます。 それでは、ね、傾向と対策はこれぐらいしましてですねもう一個ちょっとね総、えー、論的なお話をさせていただきたいと思います。えー、テキスト1ページめくっていただいてですね2ページでありますねますまずそもそもね労働契約法っていう法律が どういった流れね、でできてきたかというんでね、労働契約法制定の経緯と。あります。近年ね、働き方ですとか、働く意識のね。多様化など、こういったものがね、日本の社会においてはね、えー、まあ。最近はずっとね、長い間継続的に進行しつつあるんですね。そういう流れの中でね。労働者ごとに。個別に労働条件が。決定変更される場合が。 増えるね、そういうまあ労働条件の個別化がね進んでいるわけであります。とともにですね、個々のね一人一人のね労働者と消費者会社側との間のねこういう労働関係に関するトラブル、これは個別労働関係紛争と言いますよね。これはまあね統計見てもわかりますようにマクドネル見れば増加傾向というものがね続いているわけであります。そして従来はですねこの種の紛争の予防解決に資するね。 法令の条文は意外に多くないんです、ね、意外に少なかっえとじゃあ実際上はね何がね目安になっていかといいますとこれまでのですね裁判例ですね最高裁判所の判例あるいは下級審の裁判例そういったようなものがですね、えー、まあ重視されると、ね、実務においてはね条文が十分ないんでね裁判例判例を見るとういうことがですね重要であったわけなんですね。 ところがですねそういった判例ともなりますとね事業主等に十分に当然知れ渡っているわけじゃないですよね。いろんなね専門職はね当然ね知っていると。でも一般のね企業の経営者とかがね判例ででここれはこうなななってるなんているんんほとんど知らないわけでありますそこでですねやっぱりちょっと判例じゃあね、えー、まあアピールする力が弱いということで条文化するんだね。 え雇用に関するね民事ルールはできる限り条文化すべしだとこういうようなねそれを受けてね一応やっぱり労働法ですから労働者を保護しつつね個々の労働者と使用者との関係を安定させるという趣旨でですねえ平成19年11月に労働契約法がねえ国会を通って制定されました。そしてよくですね え平成20年の3月からね3月1日から施行実施されてるんですねで普通はねこんな労働関係の法規ですとねこの制定からですねこの施行までねもう少し間を置くことが多いんですけれども労働契約法はね比較的ですねその制定から施行までのね間が短いんですよこれなぜかわかりますかかははというのすすねね何かその条項に違反するる、ね、処罰するだとか 労働基準法なんかですとね、えー、それに違反した場合にはね、えー、最悪刑事罰が課されるというような趣旨の法律ですのである程度ですね告知の期間もね長く取らないとね、えー、これはこういったことは許されると思ってやったのに処罰されてしまうなんてことになりかねないわけなんですね。ところが労働契約法というのはいわゆる民事上の効力をね、えー、もっぱは取り扱う法律でありますので、えー、まあその辺のところはね その処罰が伴うような法律よりはまあそれほど厳しくね見る必要はないというんでね比較的まあ周知観も短めでね施行されているとそんなイメージになります。でこの法律なんですけどね大きな改正は1回しかないんですよ。平成24年の改正法というわけなんですよね。でこれはテーマはですねもっぱらこの有機労働契約ね。 に関する改正ででああったというわけであります近年、まあ、皆さんもねいろんな統計等で、ねえー、ご承知だと思いますけれども正社員以外の、ね、非正規雇用労働者が、ね、ずっと長い間日本においては増加傾向にあると。で、えー、非正規の以、ね、降じゃないですけど大半はですね有機労働契約なんですよね。えー、もちろん、まあ、期間の定めのない、ね、非正規という方もおられますけどねそれはまあレアな存在でありまして、えーまあ、その多くはね 非正規の方は多くは有期労働契約を締結して働いておりますでこのような有期労働契約を結んでですね働いている労働者の方についてはですねね有期雇用特有の雇い止めへの、ね、不安というのは当然ありますまたですねやはりですね多くの会社においては処遇に対してね正社員よりもね太、えー、に低いんじゃないかとそういう不満ですよねこういうのが現状と思います 従ってです、ねえー、ここではまあそういったものに対する対策といたしまして、えー、有期労働契約の利用に関する、ね、明確なルールが、ねえー、ないとこれはやっぱり問題だということで労働契約法の、ね、この24年改正でいわゆる、ねえー、判例法理でありました雇い止め法には、ねえー、これは即交付日即施行なんですよもともと判例では、ね、こういうルールがあったからとこういうことなんですよね。 またこれはねさすがに即施行というわけにはいかんというのでえいわゆる無期転換ルールですね有期労働契約を長年にわたり反復行使な場合における無期労働契約への転換ねえこういったものはですねえこれはやっぱりね有用期間がいるだろうっちゅうんで25年の翌25年の4月1日からね施行されております。なおその後ですねえこう働き方改革がここで出てくるわけですよ。 えこのね平成24年改正法の中でですね新設された規定が一つあったんですね法二十条というのもありまして、ね、期間の定めがあることによる不合意な労働契約の禁止というんでねいわゆるまあ均衡処遇同、ね、一労働同一審議のね流れの中にあるまあ規定なんですけれどもこれがですね働き方改革関連法が成立いたしましてですねその結果ですねパートタイム 有機雇用労働法、ね、パートタイマーと有期雇用者を、ね、まとめて一つの法律で、ねえー、規制すると、えー、こういう形になりましたんで、えー、このねもっぱら有期労働契約を念頭に置いていた法二十条は使命、えー、を、ねえー、もう終えたんですね、えー、もうこのね、えー、パートタイム有期雇用労働法八条で全部賄えるということになりましたんで、えー、令和2年3月31日をもって えー、これはですね、えー、廃止されたとということになります、はい、ですから今二20条はねあの別の条文がね横滑りでですね、えー、入っているとかっての21条がね今の20条になるとそういう形になっております。